山口さんです。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました日本弁護士連合会の憲法問題対策本部の本部長代行の山岸です。働きが長くて疲れちゃうんですけれども、ご質問委員の皆さんこんばんは。今日もたくさんの皆さんが集まっているのを見て安心しました。やっぱり日本人というのは熱しやすく冷めやすい。先ほど誰か言ってましたけども、餅を食ったら忘れちゃうんじゃないか。そんなことはないんです。弁護会では法律家の団体として基本的人権を擁護し社会正義を実現する、そういう法律家の団体として安保法は戦争法は閣議決定は立憲主義に反し平和主義に反して直ちに無効にしなければいけない考えています。生やさしいことで言ってるわけではありません。立憲主義に違反する法律ができてしまう、これは本当に大変なことです。しかもそのでき方があの経済学です。国会内での民主主義や手続き、地方公聴会、こういうものをことごとく無視して違反してできています。今法律家の団体では弁護士会だけではなく、いろんな有志、いろんなところでいろんな市民の方といろんな方と連帯してこの暴挙をどうやって法律的に咎めることができるのか、最終的にはこの法律の無効をどうやって確定できるのか、選挙の前に法律家としてどういう争い方をするのか、そのことを真剣に研究してみんなで連帯して頑張っています。事件訴訟をやろうとしているいろんなグループもありますし、具体的にもう訴訟を検討している人たちもいます。学者の人たちも問題意識を高めて憲法違反の法律をそのままにしては司法や日本の司法や法律家は一体何をやってるんだ、こういうことになる、こういう機関にあふれています。弁護士会でもこういう各地での各地所でのいろんなところでの検討、法律案に対する違憲の訴訟、それから成立過程に対する法律問題をえぐり出す、こういうことについて幅広く呼びかけてシンポジウムをするとか研究をする、こういうことを考えています。まず実際の動きは法律が施行される来年の3月ぐらいが目処ですけれども、その前にも活動をしていって皆さんと共にこの憲法に違反する、平和主義に反する戦争法を廃止に持ち込む、絶対封じをさせない、そういう日が来るまで頑張るだけではなくて、それを最後に実現して勝ち取る、そこまで頑張る決意です。共に頑張りましょう。ありがとうございました。日弁連の山口さんでした。